こんにちは。ブルーインパルスがオリンピックで飛ぶというニュースがヤフーハゲニュースにありましたので紹介します。ブルーインパルス東京都内を飛ぶ。オリパラとの開会日に飛行ルート発表。航空自衛隊は2021年7月15日ブルーインパルスの飛行スケジュールを発表しました。東京オリンピック開会日の7月23日パラリンピック開会日の8月24日東京都内上空を飛行します。23日は東京都庁からスカイツリー方面へ向かい、杉並区などを経て国立競技場、さらに北区、葛飾区方面を経て東京タワーへ向かうルートです。なお飛行時間などについては明かされていません。その他のスケジュールは調整とのこと。ただ流行り病の感染拡大状況により中止となる場合もあるとしています。ネットの反応です。毎日毎日流行り病のニュースばかりで閉塞感が日本を覆っている中で、希望と感動を持って空を見上げることができる機会は本当に大切だと思う。去年の時みたいに強風で何が何だかって感じにはならないように、当日が好天でありますように。励まされますよね。本当ブルーインパルスっていいですよね。流行り病のせいでずっと航空祭もお休みでしたしね。ヤフーコメントの中にはこんなアンチコメントもありましたよ。税金がもったいない。テレビ観戦を推奨しているのだから CG で十分。税金でインパルス飛ばすくらいなら医療人を増やす方でお金を使ってほしい。あ、こんなこと書く人はここの支持者ですね。本当暇人ですよね。ではでは、また情報が入りましたらお知らせします。ご視聴ありがとうございました。